皆ん、こんにちは、ーティン、ダイナ役はクルバー、ゲングタクです。学校時代に講義あった人々をどんどん紹介します。思い出になる話ですが。<laughs> ALT、確か、ウィル先生、バーン先生、ラッシャード先生、そして、ダニエル先生とはもう進行ありましたね、確かに。覚えております。はい、私の時代では、はい。確かに元気いただきました、はい。 えー、羊の丸山公平さんも、はい。ありがとうございました。あと、スキーの教師も、いろいろですね、進行ありました。はい。あの時の感動を覚えてます。はい。小学2年生の時の方では、あまり覚えていないですけども、ば打ちの講師の方、 えー、名前出てきませんけどもまあ忘れたならいいですがはいいろ交い流ろいただきました、はい、小学校3年生の時の交流した人々、えー、ロシアの方でプレアブラジェニエ合唱団が確かきましたロシアの、はい、方 あとは、ま,あ前田書いてますが、マイラ会議でも土屋義春先生、覚えてます。6年間のことをも,もちろん覚えてますし、私、去年、土屋義春先生にもお会いできて覚えてます。はい。本当に嬉しいですし、特別にありがとうございました。はい。よし、いい思い出でした。はい。土屋義春さんも覚えてます。はい。続いては、 歯磨きの先生と栄養士さんの名前を覚えてないですがどうもありがとうございましたあとは医療従事者もありがとうございました。あと、イギリース作りの担当しているあのお姉さんもどうもありがとうでは足りないほどありがとうです。はい、確か、検診を受けたあの医療従事者の皆様もありがとうございました。あと、湯道さんの,あの担当の美子さんもどうもありがとうございました。う 小学校5年生の時はえっ、ー、と田植えの先生はもちろんあとは安田先生とか次先生英語のはいあとは老人四小畜のおじいちゃんおばあちゃんありがとうではありが足りないほどありがとううんとは羽生高校吹奏楽部と ハグロ高等学校の、えー、外国人の人々、あの留学生ですね、留学生。留学生もありがとうございました。とても感謝しております。あとはジェロニモ先生、あと、覚え出したジェロニモ先生もありがとうございました。高校の時まで、はい。あと、中学校の時誰かお会いしたっけ覚えてないですけど。 高校時代、確か小関康弘選手来ましたね。あの時、はい。小関康弘選手、あと人気のアーティストさん、あと、ハゴ高校元卒業生、元ハゴ高校出身の方々、などなど、いろいろありがとうでは足りないほどどうもありがとうございました。いい交流のできたかと思います。というわけで、バイバイ。